大草原の国モンゴル。社会主義体制が崩れた今、かつてのモンゴル人民共和国は国名をモンゴルウルスと改め、新たな国づくりを進めています。モンゴルウルスとは、13世紀から14世紀にかけてユーラシアを支配した大帝国の名前です。人々の前に生まれ変わったモンゴルのシンボルとして、一人の男が姿を現そうとしています。その男こそモンゴルウルスの生みの親なのです。チンギス・ハーン。800年前、モンゴル草原の遊牧民を引き連れ、史上最大の帝国を築き上げた英雄。チンギス・ハーンの名は、社会主義体制下のモンゴルでは口にすることすらはばかられてきました。それはかつて社会主義の名手だったソビエトが、チンギス・ハーンに対しロシアの大地を踏みにじった侵略者と決めつけてきたためです。しかし、ソビエトの強い影響から解き放たれた今、モンゴル建国の輝かしき英雄としてチンギス・ハーンは蘇ったのです。中央アジア、ウズベキスタン。ザラフシャン山脈の豊かな水の恵みを受けたオアシス都市サマルカンド。モンゴル草原から離れること4000キロ、ユーラシア大陸のほぼ中央に位置するこの一帯は、東西貿易の中継拠点として栄えてきました。1220年、チンギス・ハーンはこのオアシス都市が生み出す巨万の富を我が物にしようと、10万の軍勢を率いサマルカンドに襲いかかりました。サマルカンド郊外に今も残る当時の要塞です。モンゴル軍はわずか5日間でサマルカンドを落としました。この時初めて東アジアの新興国家モンゴルはユーラシアの東西にまたがる世界帝国へと変貌したのです。帝国の運命を決めたこの戦いで、モンゴル軍はさまざまな作戦を用い要塞を攻め立てました。遺跡から発掘された当時の水道管、事前にこの存在を突き止めていたモンゴル軍は水道管を破壊し、サマルカンドへの水の供給を断ったのです。
ブル軍勝利の最大の立役者はヤリツ・アハイという名の参謀でした。チンギス・ハーンは戦いに勝利した後、ヤリツ・アハイの功績を称え、この豊かなオアシス都市一帯を治める長官の位を与えています。このヤリツ・アハイこそ40年にわたって戦いの場に身を置き、一大の英雄チンギス・ハーンの生涯を見届けた人物なのです。チンギス・ハーンの参謀として、私はチンギス・ハーンの参謀としてこの広大な草原を駆け巡ったもの。チンギス・ハーンがまだ若い武将だった頃から草原を統一するまで私は常にその傍らに従ってきた。三人の舞うサマルカンド、灼熱のゴビ砂漠、そして雪のアルタイ山脈。チンギス・ハーンとはやりちょくいけちゃす。チンギス・ハーンとはいかなる人物だったのか、彼が夢見た世界とは。これは私だけが語ることのできる英雄の物語なのだ。天の定めを受けてこの世に生まれた青き狼がいた。その妻は白いメジカであった。バイカルを渡りオノン川の源にあるブルハン岳の麓に住むようになった。我々草原の遊牧民の祖先はもともと森に住む狩人だった。そしていつしか狩りの名手である一つの野獣を祖先として崇めるようになっていた。それは風のように草原を走り抜け、狙った獲物は間違いなく仕留める狼。モンゴル族はその狼の流れを汲む誇り高き一族だった。モンゴル族の長の家に男の子が生まれた。赤ん坊は右手に血の塊を握りしめていた。それは王者の印だった。幼名テムジン、後のチンギス・ハーン。彼の運命はこの時から定められていたのかもしれない。かつて一人の英雄を育んだモンゴルの大地。2月、緑の草原もいてつくこの季節をモンゴルではサガンサー、白い月と呼びます。白い月はモンゴルの暦では新しい一年の始まりです。一つ大きくなった子供たちの成長を祝う儀式が白い月の3日目に行われます。この10歳前後の少年たちはこれから玄関の中行われる往復40キロもの競馬に挑みます。出発から2時間、白い大地の彼方から子供たちが帰ってきました。零下30度、凍てついた大地を駆け抜ける過酷な耐久レースです。少年の父やそのまた父も幼い頃この競馬で寒さの中を走り抜き、一人前の遊牧民へと成長していったのです。時には疲労のあまり馬から振り落とされてしまう少年もいます。少年たちは必死に手綱を握りしめ、力の限り疾走します。ゴール近く、少年たちの疲労は極限に達しています。それでもなお気力を奮い立たせようと精一杯の声を上げ続けるのです。
レースを終えた馬、放っておくと吹き出た汗はすぐに凍りつけ凍死してしまいます。父親たちは急いで馬の汗を拭い落としてやります。馬から降りたきり、うずくまって動かなくなった少年がいました。凍傷です。この少年は少しでも上手に手綱をさばこうと、手袋もはめずに素手でレースに挑んでいたのです。父親は盛んに凍傷になった指を雪にこすりつけます。急激に温めず雪で慣らしていけば、凍りついた指に徐々に血が通い始め、壊死を最小限に抑えることができるのです。これは草原の暮らしから学び取った知恵でした。厳しい自然の中でたくましく生き抜く術を、こうして父から子へ、子から孫へと絶えることなく脈々と伝えられてきたのです。青き狼の末裔として生まれたテムジン、後のチンギスハーン、一族の長を務める父イエスゲーの期待を一身に受けて育てられました。狩猟、武芸、モンゴル族の誇り、いずれ一族の長となるために必要な全てを父は子に教え込もうとしたのです。しかしテムジン親子の幸せな日々も長くは続きませんでした。悲劇はテムジン9歳の時に訪れました。それは最愛の父イエスゲイの突然の死でした。当時草原は遊牧民同士が相争う戦乱のただ中にありました。テムジンの父イエスゲイは数々の戦で勝利を収め、信望も厚く、いつの日か草原の支配者になるだろうと目されていました。しかしイエスゲイが頭角を現すにつれ、他の部族からの反感は増していきました。旅の途中のある夜のこと、イエスゲイは野営している男たちに出会い、主演の席に招かれました。しかしそれはかねてから対立していたタタル族が仕掛けた罠だったのです。イエスゲイに差し出された酒には毒が盛られていました。まあ、父イエスゲイは死んだ。長を失った一族の者たちは次々と幼いテムジンとその家族を見捨てた。そして父イエスゲイと対立していた大中都族へと寝返っていった。テムジンは幼いながらも家族とわずかに残った一族の者たちを率いて行かねばならなくなった。その時テムジンは血のつながりというものがいかに脆いものかを思い知ったのだ。テムジンのふるさとダダル村、モンゴル草原の北の外れ、森林と草原はここで交わります。我らチンギスハーンの子孫なり、英雄の末裔であることを誇る歌が
今もこの村で歌い継がれています。父の死によって草原を追われたテムジンたちはこの村の森の中で隠れ暮らしたといいます。ネズミを捕らえ、遊牧民なら普段は口にしようともしない魚も食べ、飢えをしのぎました。テムジンはふるさとの森で厳しい試練に耐え、再び草原に帰る日を待ち続けたのです。トルコ・オスマン帝国の財宝を集めたトプカプ宮殿、その宝物の一つに歴史書「秋思」があります。秋思は14世紀の歴史家ラシード・ウッディーンがモンゴル帝国の王族の命を受け、膨大な量の言い伝えをまとめた歴史書です。ここにはモンゴル族誕生の神話から始まり、チンギス・ハーンが築いたモンゴル帝国の歴史がつまびらかに記されています。モンゴル族代々の指導者たちの業績を伝える秋思。父親を失ったテムジンが次第に力をつけ、たくましい武将に成長していく様子も生き生きと描かれています。テムジンが武将として初めて勝利を得たのはタイチウト族との戦いでした。タイチウト族にはかつて自分を裏切った一族の者が数多く含まれていました。苦しい戦闘の末、テムジンは勝利を収め、積年の恨みを晴らしたのです。武将テムジンは裏切りには断固たる処置を取りました。ある戦いでは自分を裏切った一族の者全員を捕らえるや否や、煮えたぎった釜の中に生きたまま投げ込みました。冷徹で厳格な武将テムジンの名は一躍草原に鳴り響いたのです。テムジンが活躍した頃のモンゴル草原、中国北部を抑えていた金王朝が遊牧部族間に抗争の種をまき、分断を図っていました。一方テムジンはタイチウト一族に続き父の敵タタル族をも下し、草原にその勢力を伸ばしていきました。テムジンと後にその参謀となったヤリツアハイとの初めての出会いはちょうどこの頃でした。その頃私が仕えていたのは金王朝だった。ある日私は金の皇帝の命を受けてテムジンのもとに向かった。草原に一頭の若い狼がいる。今は獰猛な獣に過ぎないが、うまく飼いならせばいい番犬になる。金はテムジンが力をつける前に手なずけておこうと私を差し向けたのだ。もともと私は北イ族という遊牧部族の出身だった。私の祖父の代、北イ族の国は金王朝に滅ぼされた。そして私は心ならずも祖国の敵である金に仕える身となっていた。その金の密命を受けて私は初めてテムジンと会うことになった。しかし金王朝の思惑通りにことは進まなかった。テムジンと話すうち
私はこの男が発する言いようのない力にとらわれていく自分に気がついた。いかに強い相手にも戦いを挑む闘志、そして戦士たちを率いる指導力、何より自らの手で国を築こうとする強い意志。テムジンに会って私の心の中で長い間眠っていたものがよみがえった。この男と組めば祖国を滅ぼした金に一矢報いることができる、そう思ったのだ。私は金が私を使わした本当の狙いをテムジンに明かした。そして金王朝転覆にかける私の決意を伝えた。それは金王朝に対する裏切りを意味していた。私はテムジンの家臣の一人に加えられたが、妻と子は裏切り者の家族として金の人質になってしまった。14世紀、中国でまとめられたモンゴル帝国の歴史、原始。その列伝の中にヤリツァハイは詳しく紹介されています。馬上から巧みに弓を放ち、数多くの言葉を自由に操る男。チンギスハーンは参謀としてアハイを常に傍らに置き、敵国との交渉や外交工作といった重要任務に当たらせました。後にチンギスハーンはアハイの功績に対して王族に準ずる地位を与えています。名参謀アハイを得たテムジンはついに草原最大の勢力ケレイトに戦いを挑みました。1203年春、時にテムジン41歳。しかし最初の挑戦は完敗に終わりました。テムジンは命からがらふるさとに近いバルジュナ川にたどり着いたのです。この時テムジンに最後まで付き従ったのはわずか13人。その大半がモンゴル族ではなくヤリツァハイたちの異邦人でした。北イ族出身の参謀ヤリツァハイ、その弟トカ、ケレートから逃れてきたキリスト教徒の書記官チンカ、イスラム商人ジャバル法上。アハイたちはその後もテムジンを助けてモンゴル帝国の中枢を担っていきます。フフノール、モンゴル語で青き湖。1206年、テムジンはモンゴル草原全域に号令を発し、すべての部族長をここに集めました。集まった部族長たちの前に現れたのはモンゴル草原最高の預言者、ココチュテプテングリでした。テングリとは数あるモンゴルの神々の中でも最高の神でした。テプテングリはこの最高の神を呼び出すことのできるただ一人の預言者でした。
がかる予言者天狗が乗り移ったのです。天狗は予言者の口を借りて全ての部族長たちにこう告げました。今ナンジラは一人の王を得る。それは天がもたらした戦士、その男テムジン。さらに天なる神テングリはテムジンに一つの名を与えました。チンギスハーン、海のごとく広大なる世界の支配者。青き狼の子孫として血の塊を握りしめて生まれた少年はその定めの通り草原の支配者大ハーンとなりました。モンゴルという一部族の名がこの時草原の諸部族を統合する国の名となったのです。モンゴル社会の基礎となったのは先人会という集団です。円形に移動式住居ゲルが配置され、その中央に指導者が居を構えています。この先人会は戦争の時は一つの部隊となる軍事集団であり、平時には生活を共に送る共同体でもありました。これは後にモンゴル帝国で記されたジンギスハーン時代の組織図。千人隊長95人が名前を継がれています。チンギスハーンは出身部族や血筋にとらわれることなく千人隊のリーダーを任命しました。チンギスハーンの統治は千人隊長を通して草原の隅々まで行き渡りました。チンギスハーンの大胆な改革によって部族を中心とした古い体制は崩壊しました。住居を移す遊牧生活が続けられています。夏広い草原に離れ住んでいた人々は冬になると集団生活を始めます。11月から3月までの5ヶ月間川は厚い氷で覆われます。厚さ4メートルの固く締まった氷、乾燥しきった冬の大地には雪もあまり積もりません。人々はこうして氷を割り飲み水を得ます。この3人は親子でも親戚でもありません。冬の訪れとともに毎年決まって同じ場所に住居を移し共同生活を送っている仲間たちです。車1台の氷が3家族20人で使う1日分の水になります。激しい北風から身を守るように山陰に3つの家族のテントが寄り添って建てられています。冬の草原では食料や燃料を手に入れることもままなりません。必要な仕事を分担し生活を共にすることでようやく人々は厳しい冬を乗り切れるのです。家族や一族といった血のつながりを超えた人々の絆、草原の暮らしの中で培われたこのような人々の結びつきをもとにチンギスハーンはモンゴル帝国を築き上げていくのです。海のごとく広大なる世界を支配する王チンギスハーン、彼が目指したのは私がこれまで
見たこともなければ誰からも聞いたことのない新しい国づくりだった。そこではチンギス・ハーンに従う限り全てのものがモンゴル人になることができた。部族も話す言葉も信ずる神も異なる様々な人々が集まってきた。つい昨日まで争い合っていた草原の戦士たちがチンギス・ハーンのもとに集い、共にモンゴルの名のもとで戦うことになったのだ。そして私の悲願が叶えられる日がやってきた。1211年、チンギス・ハーンは全モンゴル軍団に指令を発し、新たな戦争の始まりを告げました。敵は金。中国北部に本拠を置いた大国金王朝への挑戦。それは長い間金によって巧妙に支配されてきた草原の民にとって最大の悲願でした。金王朝は遊牧民の北族を国境に配置して北の守りに当てていました。チンギス・ハーンは同じ北族出身でかねてから金王朝打倒を願っていたヤリツ・アハイを送り密かに交渉に当たらせました。北の人々は金によって国を奪われて以来金王朝の支配に不満を持っていました。名参謀アハイはこうした金に対する感情を利用し2万人の北軍団と30万頭の軍馬をモンゴル側に取り込むことに成功します。1211年、チンギス・ハーンは金への総攻撃を開始しました。モンゴル軍はまずヤコレーにある金の砦を落とします。さらに敵の守りを許容艦に集めるとすぐに進路を変え、手薄になった司令艦を突破、下腹の農耕地帯に兵を進めます。そして1214年4月、モンゴル軍団はついに金の首都中都を包囲しました。チンギス・ハーンは軍団の力を背景に金の皇帝に対して厳しい要求を突きつけました。要求の中には、今後毎年絹と銀をモンゴルに献上すること、さらに金の人質となっていたヤリツ・アハイの妻と子を解放することも含まれていました。この要求を飲まなければ我が軍は中東を焼き払うであろう。チンギス・ハーンの強硬な姿勢に金は全ての要求を受け入れます。草原を統一したチンギス・ハーンは中国北部の豊かな農耕地帯をもその傘下に収めたのです。金王朝転覆という私の願いは叶えられた。チンギス・ハーンは私のために家族も取り戻してくれた。さらにこう言った。この地の司令官となり家族と共にとどまってはどうか。私は迷った。このまま家族と共に平穏な暮らしを送るか、それともチンギス・ハーンと共に戦いに明け暮れる草原に戻るか。ヤリス・アハイが選んだ道はあくまでチンギス・ハーンの参謀として戦場に我が身を置くことでした。アハイ60歳の決断でした。金への遠征を終え草原に戻ったチンギス・ハーンはすぐさま次の戦争のための準備を命じました。家畜を太らせ、武器を補充する。
戦いの準備には何年もの歳月が必要でした。中でも重要なのは兵士たちのための保存食を作ることでした。ボルツと呼ばれる保存食作りが今も伝えられています。11月になると夏の間に肥え太った牛が解体され、脂身の少ない赤身の肉が取り出されます。マイナス30度にもなる冬の大気が天然の冷凍庫です。小屋の中では解体された肉の冷凍乾燥が行われます。こうしておけば肉を腐らせることなく完全に水分を取り除けます。2年経った肉です。重さはもともとの5分の1に減っています。乾燥して硬くなった肉を今度は叩いてほぐしていきます。肉は次第に繊維だけになっていきます。繊維状になった肉を臼に入れ突き固め、さらに小さく圧縮していきます。押し固めた肉を牛の膀胱で作った袋の中に詰め込みます。この中になんと牛1頭分の赤身の肉が入ってしまいます。これでボルツの出来上がり。ボルツは現在でも保存食携帯食として海外に出かけるモンゴルのビジネスマンや留学生に重宝されています。お湯に入れて戻すと肉は数倍に膨れ上がります。かつて戦場では一袋のボルツが10人の兵士3週間分の食料になりました。チンギスハーンの時代、戦場に赴く戦士たちが蔵に吊り下げたボルツの数でその遠征の規模が分かったものだといいます。金魚の遠征から2年後、チンギスハーンは全ての部隊長を集結させクリル隊を開きました。クリル隊とはモンゴル帝国全体に関わる重要な意思を決定する会議です。チンギスハーンは連日連夜宴会を開いて部隊長たちをもてなし、遠征で得た戦利品を惜しげもなく分け与えました。このクリル隊の席上、チンギスハーンはおもむろに一つの提案をしたのです。それは金魚の遠征よりはるかに大規模な西方への遠征計画でした。部隊長たちは皆歓呼の声を持ってこれに応えました。1219年の秋、大遠征が始まりました。モンゴルの軍勢は10万、職人や商人家族など20万、馬50万頭、羊300万頭が続きました。まさに一つの国そのものが西へ西へと移動していったのです。目指すは西方の大国ホラズム。草原の中央部を出発した大軍団はアルタイ山脈と天山山脈の間を抜け国境地帯に集結。軍団を2つに分け、チンギスハーン率いる本隊はサマルカンドに迫りました。ホラズム王国は東西交易が生み出す巨万の富を背景に中央アジア一帯を抑えていました。
西へ勢力を伸ばそうとするモンゴル帝国、東へ東へと拡大を続けるホラズム王国、二つの勢力はぶつかるべくしてぶつかったのです。難攻不落の要塞都市サマルカンド、ここにはホラズム国王直属の精鋭部隊4万人が配置されました。サマルカンドの町は厚さ3メートルの城壁で守られていました。モンゴル軍襲来に備え新たな城壁も築かれました。アフラシャープの丘にはその時の城壁が今なお堅固な姿をとどめています。1220年3月、チンギスハーン軍はサマルカンドを囲みました。我々もホラズムの鉄壁の守りは十分に心得ていた。正面から攻撃しても敵は城壁の上から矢を浴びせかけ、我が軍は取り返しのつかない痛手を被るだろう。何としても敵を草原へとおびき出さなければならない。チンギスハーンの命を受け、まず少人数の部隊が突進、要塞に向けて矢を放ち、ホラズム軍を挑発した。そしてキビスを返して草原へ逃げ込む。敵は誘いに乗ってすぐさま追っ手を出した。我々は草原にもう一つの部隊を配置していた。追い茂る草むらは我々遊牧民が身を隠すには絶好の場所だ。我々にとっては草原こそが敵を迎え撃つための要塞なのだ。馬の目を塞ぎ息を殺し、我々は敵を待った。思いがけない草むらからの一撃、冬を襲われたホラズム軍は総崩れとなった。チンギスハーンの巧みな戦術によって要塞都市サマルカンドは陥落した。しかしモンゴル軍の武力にも屈しようとしないもう一つの敵が潜んでいた。それは人々を強く捉えてきたイスラムの神であった。チンギスハーンはこの地で最大のイスラム寺院に馬で乗りつけた。信者たちの目の前でコーランを収めていた木箱を放り出し、あろうことか会話桶にしてしまったのだ。チンギスハーンは神そのものを否定したわけではない。信仰を禁じることもモンゴルの神を押し付けることもなかった。しかし人々がイスラムの権威を盾に歯向かうことは許さなかった。チンギスハーンにとって何よりも大切なのはモンゴルへの忠誠であった。ホラズム王国を滅ぼしたチンギスハーンは征服した都市を巧妙に支配していきました。サマルカンドで発掘された黄金の鯉、イスラム暦621年の刻印があるこのコインの表にはチンギスハーンの文字が刻み込まれています。さらにその下にはペルシャ語で偉大で公正なる全世界の支配者と記されています。サマルカンド一帯で金貨が発行されたのが初めてのことでした。チ
ンギスハーンは商人たちを保護し、交易を大いに奨励しました。征服した都市でチンギスハーンは詳しい人口調査を行い、その数をもとに税を徴収しました。税金さえ納められていればモンゴルが都市の内政に干渉することはありませんでした。チンギスハーンは軍団を城壁の外に移し、都市の政治はイスラム教の指導者たちに任せたのです。人々はコラズムの時代にも増して自由に物を売買し、富を蓄えることができるようになりました。オアシス都市を中心とした交易圏は遠く中国まで広がっていきます。チンギスハーンは支配した地域で通商の安全を確保しました。中国の北部からカスピ海に至る大帝国がユーラシアに出現したのです。サンクトペテルブルクにあるエルミタージュ美術館。今世紀の初め、モンゴル草原の東の外れでチンギスハーンの時代に作られた一つの石碑の存在が明らかになりました。そこにはチンギスハーンはホラズム戦の勝利を祝い、草原の祭典ナーダムを開いたと記されています。チンギスハーンは同じ草原の民であるウイグルの文字を改良し、モンゴル自身の文字を初めて作らせたのです。ここにチンギスハーンが定めた国の名が刻まれています。モンゴルウルス。ウルスとはモンゴル語で人々を意味します。ウルス、この言葉には国とは領土でも行政組織でもない人々そのものであるというチンギスハーンの思いが込められているのです。チンギスハーンストーンに記されていた草原の祭典ナーダムは、今でもモンゴルの人々にとって一年で最も晴れやかな舞台です。遊牧民たちはナーダムの場で日頃鍛錬した技を競います。チンギスハーンは断るごとにナーダムを開きました。遠征を前に、あるいは戦場で、そして勝利を祝して、ナーダムで戦士の能力を見抜き、優れた技の持ち主には名誉と高い地位を与えていったのです。しかしチンギスハーンはこうも言っています。軍団を指揮する者はむしろ力の弱い者の方が良い。体調が強すぎれば部下たちはついていくことができず、かえって部隊は疲弊し戦力は弱まる。ある日、中国から一人の賢者がチンギスハーンのもとを訪ねました。その人の名は長春新人。当時中国で大きな影響力を持っていた教団の道教の指導者でした。
誌創始に始まる道教は、古来より不老長寿の秘術を説き教えるものとされてきました。やってきた道教の指導者長春信人、チンギスハーンは一つの問いを発しました。長春よ、長生きの秘訣はあるのか。長春はすぐさま答えました。大範囲よ、長生きの秘訣などどこにもございません。あるのは養生の道だけです。大ハーンは天よりこの世を治めるように使わされた方。今後は民を殺さず徳深い政治を施すよう心がけてください。長春信人との出会いから3年、チンギスハーンの姿はなおも戦いの最前線にありました。敵は聖火、草原の道の真ん中に立ちはだかり、最後までチンギスハーンに抵抗を続けたタングート族の国です。道教に達したチンギスハーンにはわずかな時間しか残されていませんでした。先人にあったチンギスハーンはあるよ一つの夢を見ました。夢から覚めたチンギスハーンは傍らに二人の息子を呼び、こう言いました。我が死への旅立ちを前に、何時らに遺言す、気持ちを合わせ心を一つにせよ。我身まかりしの地、哀悼の意を示すことなく、我が死を固く隠して必ずや敵を殲滅せよ。1227年夏、チンギスハーンは65年の生涯を閉じました。遺言通り死は固く伏せられたまま戦闘は続けられました。チンギスハーンの死の3日後、聖火は壊滅。ここに草原の大帝国が完成したのです。チンギスハーンの亡骸は生まれ故郷モンゴル草原のブルハン岳の麓に葬られたといいます。人の血が流れた。そして今、大ハーン自らも草原の中に消えていった。速やかに過ぎ去るものは形ある肉体、とこしえにあるもの、それはモンゴルの名誉。チンギスハーンと共にあり、戦いに明け暮れた40年の歳月、私は確かにこの目で見たのだ、新しい国の誕生を。中国内モンゴル自治区オルドス、ここにチンギスハーンの霊を祀る廟があります。チンギスハーンの霊は
死後8世紀にわたってダルハトと呼ばれる神官たちに守られてきました。チンギスハーンの亡骸はふるさとの草原に返される途中この地を通りました。以来ここはモンゴルの人々にとってチンギスハーンの魂が宿る聖地となったのです。人々は5月になるとチンギスハーンに生贄の羊を捧げます。人々はチンギスハーンの魂が羊に宿るのをじっと待ちます。細かく体を震わせた瞬間、英雄の魂がこの羊に宿ります。羊はその場で殺されます。チンギスハーンが定めた作法により一滴の血も大地に流すことは許されません。羊の体から肝臓が取り出されます。取り出された肝臓の形で世界中に分かれ住んでいるモンゴルウルスの末裔たちの運勢を占うのです。よし、今年のモンゴルウルスの運勢は吉と出ました。チンギスハーン、海のごとく広大なる世界を支配する王、その魂は今も草原にとどまり、モンゴルウルスの末裔たちを見守り続けているのです。ロシアの人々の心に今も残るモンゴル襲来の記憶。チンギスハーン亡き後もモンゴル帝国はますます強大となり、ロシア、そしてヨーロッパへと兵を進めます。情報の掌握と税制の整備によって2代目大ハーンゴーデンは史上例を見ない巨大国家を作り上げます。大モンゴル、次回は世界征服への道、ご期待ください。